これより我が軍はネオジオン本拠地サイドワンに対する攻略作戦を開始する。ジオン大君の意思を取り違え、無用な戦いを仕掛けてきたシャアを打倒し、地球圏に平和をもたらすのだ。諸君らの健闘に期待する。了解します。戦闘を再開します。戦闘中、敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。戦闘中、
戦闘をさ。戦闘中。戦闘を再開します。戦闘中。戦闘全部。我が社は諜報部よ。戦闘を中。戦闘を再開。
戦闘中。開発部より。戦闘を再戦闘中。戦闘を再戦闘中断。諜報部より。戦闘を戦闘中。戦闘を再開し。
戦闘中断。諜報部より。戦闘を再開します。戦闘を中断します。戦闘を再開します。報告します。我が軍はネオジオン本拠地サイドワンの制圧に成功しました。ネオジオンは滅亡です。レヴィル諸君、ついに全敵勢力の打倒に成功しました。もはや我々に対抗できる勢力は存在しません。ついに終わったのだな。我々が勝ち取ったこの平和、二度と失うわけにはいかん。しかし、人は戦いをやめることができるのでしょうか。私には、人がこれからも戦い続けるように思えてなりません。いや、人はそれほど愚かではない。いつの日か、真の平和が訪れる日が必ず来るはずだ。人は分かり合える。そう信じたい。いや、信じることが平和への第一歩なのだ。地球連邦軍は戦いに勝利した。長きにわたる戦いは終結し、戦乱と陰謀の歴史は幕を閉じたのである。地球圏は再び地球連邦政府の統治下に置かれ、戦いを勝利に導いたレヴィル将軍はその功績を認められ連邦政府の首脳に就任する。首脳となったレヴィルは戦乱によって荒廃した地球圏を復興するために連邦政府による中央集権体制を確立させた。そして権力を手にしたレヴィルは卓越した指導力を発揮し、迅速に地球圏の復興を実現していったのである。だが連邦政府による中央集権体制に対する反発がジオン公国を生み出したように、地球圏復興の陰でそこから取り残された人々は新たな不安定要素を生み出していたのであった。一
人と人とが争い合うことのない時代。それはまだ人類の体験したことのないものである。いつの日かその夢が実現するまで人は戦いながら探し続けるのであろう。新たなる進化への道を。